いや残念な。マジか。これでそうか。まさかの。あ残念。やばいね。平子さんと大貫さんが当たってたかと思われたんですが、まさかの3番が失格。こういうこともあるってことですよね。そういうことですね。競輪はピエンだね。攻めた結果ですね、彼のきっと。やばい、しょうがなきゃ。ちょ。で、あ、ポイントか。そうなんです、ポイントがね。失礼して。そっかそっか、先にポイント。6、5、0。さあでは皆さんがポイントを書いている間にですね、はい、うん、3レース目の先ほどのピックアップデートの続きご紹介します。はい。2人のルーキーだけではなく、ライン頭3人の前節までの成績見てみました。5番の磯村選手の成績が互角以上にいいことが分かります。1着が4回で勝率はルーキーの2人を上回ります。5番の磯村選手が上回っています。決勝にも2回進出していて、一発の強さと3着までに残る粘りがあるとデータは示しております。なのでこの117期に対抗するなら5番の選手、磯村選手、115期の選手、そうでしょう、やっぱり入れてもいいんじゃないでしょうか。思ってましたか。いや俺もうここは本当にデータに乗る、データに乗る、はいはい、では続けて AI はどう予想しているんでしょう、見ていきます。1が本命1453となってます。マサさんもね、1が本命して、あの、ね、1着軸にしてましたけども、 AI もそんな風に予想しております。マサさんも3の選手も入れてるんですもんね。 3? 結構、うん、そうなんですよ、3ですよね。どうしよう、どうしよう、やあ、でも分かる分かる、あでもそう、どうしようかな。これ折り返さなくて、いやーマサさん一頭硬いよな。かね、バシン、はい、坂井さん1453000ポイントと1310ポイント。3連複ですね。3連複です。なるほど、これはもうって感じですよ。当たりそうな気はしますけど、さあ大貫さんいきましょう。はい、決まりました。14は折り返して買っておきました。でやっぱ14が本命なんで、3着には2と5が、私 2でもう3連単を買おうと思ったんですけど、5も入れました、さっきので、はい、2つ押さえてますね。僕は、4、1、5単、うん、そして、服でも1と4と5を買いましたで、4来なかって7とかあたり来るパターンも僕は散々痛い目見てるんで、一応この辺も押さえて、うん、なんな、うわ、はい、来たらでかいですけど、大きいですね、高配当狙いそうな感じ、はい、うん、もう大落としてあるんでね、そういうこと、ついてくるかな。さあではおさらいしていきましょうか。坂井さん、はい、もう一度お願いします。連敗ストップ完全に、もう145 あと13 だけど145が大本命、これはもう終わりそうな感じですけど、これにかけてます。50連敗ですからね、はい、止めたいですね。さて大貫さん、はい、私はこちらです。14の折り返しと142145でそれぞれ500ポイントずつの2000ポイントです。うん、はい、5もね足しました、皆さんの予想を見て、はい、磯村選手ですね、115球強そうですもんね、この選手も、うん、そう、50連敗の罰ゲーム、ね、坂井ちゃんの変顔、やばいよ、これはだからもう事務所にも確認取ったら、はい、OK をいただいております。うわ、素晴らしいですね。もうマネージャー頼むってそんなんじゃねえんだよ、そんなにいいんですか。だからこそのきつさ。やってくれますか。かな、50連敗はね、なかなかですからね。しょうがないですよ、これはね。じゃあそれではいきますか、はい、50連敗を喫してしまった坂井ちゃんの大罰ゲーム、変顔タイムです、どうぞ。いやー、いただきましたよ、恥ずかしい。いや本当にやだ。大貫さん、はい、ラッキーデーに来たね。こんなに喜んでいただいてね。さあ結果をお伝えします。2社単14が220円、3連単143 1140円となりました。おめでとうございます、素晴らしい、2社単買っといてよかった。お花がつくのはいいことだね。はい、そしてマサさんは3連単で配ってます。すごい、おめでとうございます、お見事、
見事です。1140円ですからね、結構つきましたね。すごいね。素晴らしい、持ってました。3着広めでしたからね、うん、さあでは回収率見ていきましょうか、うん、じゃあ上から順に平子さん、うん、91%。すごい、すごい、うん、まあまあ、まあまあですよ、うんうん、そして大貫さん、はい、60%。あら、いいじゃないですか。よかった、結果として全然 OK です。さあ酒井さん0%、57連敗。57は厳しいぜ、本当に。独走ですね。独走です。あと3つで60でしょ、はい、あと3つすぐいきそうな、はい、競輪だったら一周差つけてるぐらいの話だもんね。もう多分クビだろうね、57連敗の選手ってさ。でも視聴者の方は逆予想をしていただいたらというので、うん、今日一番のいじりしたなお前。違う、視聴者のためだって考えたら逆いくと当たりますよ。そこもどんどん喧、ね、仲悪くなってっちゃうしな。おかしいな。当たるとこが見たいです。ストックをいつか大きく回しを当ててください。